今ってチャンネル登録者と動画再生数って全く比例しないし、さらに動画の再生数と動画の収益も全然比例しないんですよ。広告単価とかが違うので、で今 YouTube 側が持っているアルゴリズムっていうのは、その人個人が見たい動画を チャンネル登録者が多い少ない人気か人気がないか人気じゃないかにかかわらず表示するっていうのが今の YouTube の一番すごいところなんですが皆さん YouTube 見てるとコラボすることこの動画私見たことも聞いたこともないんだけどでもなんか見ちゃうみたいな動画がおすすめされることってありませんかあれは YouTube が 皆さん一人一人に対して一番のおすすめの動画を出してくるからそうなってるんですよ。だから、登録者を増やすコツがあるかって言ったら、昔だったら登録者を増やすコツもあったし、見せてもよかったんだけど、今は正直あんまりないと思いますし、YouTube 側が唯一認めてる登録者の増やし方っていうのは、登録をしなくても見てもらいやすくなってるんですね、YouTube って。だから登録者にこだわる必要自体はそんなにないんじゃないかなと思いますけどね。なんかあの、公演の人みたいに。 それを押すと普通は自分のサイトに飛ぶんですけど、その人はサイトに飛ばさないで自分の YouTube チャンネルに飛ばしてたんですよ。はい。というところでやってたと思うんで、YouTube で今得てる収益を全部 YouTube の広告にぶっ込んだらいいんじゃないですか